はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリティブログです。はい、ということで今は岡山県から香川県に向かってます。初四国だよ。四国上陸します。今ちょうどね、岡山県の倉敷っていうところから出発して高速に乗りましたので瀬戸大橋に向かっていきます。うん、でちょっとなんかビューイングポイントがあるから瀬戸大橋見たいなと思って。ここでエグジットということで、ここから高速を1回降りて瀬戸大橋の展望台に行くと、どん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 ぐん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 山を登っております。左には瀬戸内海が見えております。見えない。あ、ちょっと見えた。よくない？来ました、瀬戸大橋。めっちゃ長いよ、思ってた以上に長いよ。これが四国へと続く、あれ四国ってことだ ね。これいくつかの橋がつながってるみたいに見えるよ、うん、じゃあ橋がこっちから見れたので、今からは車に戻って実際に通りたいと思います。おお、あ、見えた見えましたよ、瀬戸大橋。お、すごっ。トンネル抜けたら瀬戸大橋だよ、これ。すごっ。じゃじゃーん、うわ、すげえ。なんか全然まっすぐじゃないし、ぐにゃぐにゃするね。ぐにゃぐにゃしてるね。だからあれだね、多分岡山県と香川県の間に島がいっぱいあって、ああ そこをこう通ってるからこうぐにゃぐにゃしてる ね。しかも夕暮れ時になってきて、こう西日照らされて綺麗。え、東から出て、あれ太陽ってどっちから出るっけ。北南西東。Japan, land of the rising sun is in the east. そうだね、そういうことね。うわ、かっこいい。すっごい前の景色、かっちょい。ここが橋を見るのがいいね。ここが絶景スポットだったかもしれないね、アメリカのサンフランシスコのやつ。そうそうそう、レインボーブリッジね。うん、レインボーブリッジじゃないよ、社長。色が全然違うけど、その発光力。東京ですよ。何ブリッジ？サンフランシスコはゴールデンゲートブリッジ。ああ、それ。社長が適当に回答してるってことが分かりましたね。レインボーブリッジのやつだ。おー、あーあー、それそれ。おー、来た来た。うわ、綺麗だね。赤いで来た出口ということで、瀬戸大橋いくらでしょうか。どう、マジで高っ。1730円。それはさすがに高い、ね、だって瀬戸大橋の手前から乗って瀬戸大橋の直後通ったからね。この10キロの1700円が高いよ。びっくりした。ということで、ホテルから丸亀市やってきました。唯一有名レストランに行こうとしたらやばいことになってるよ。並んでます。いや、でもこれ並んでますというよりもうどういうこと。はい、私は外国人だから並ぶのが嫌いです。香川県で有名な骨付き鳥っていうのを食べようと思って、有名なレストランが一角っていうのがあってその一角本店に来てみたら案の定大行列でした。なのでもう一店舗ね、僕たち見つけてるんですよ、その骨付き鳥がうまそうな店を。その店に行きたいと思います。あ、ここ骨付き丸亀鳥。さっきねタクシーの運転手さんに聞いてもね、美味しいよって言ってた。
来ました、はい、ビールです。でかでは乾杯、はいはい、うまい。すいません、じゃあタコ1つと、これはキムチですか。あ、じゃあこれも1つ、はい、じゃあおばんざいって知ってますか。いや、知らないよ今初めて知りました。そう、なんか今日勉強になりました。よくおばんざいとか聞くけど、ね、名古屋だとあんま聞かないけど、そうなん、京都おばんざい来ました。キムチ、うんうんうん、美味しいキムチ、酸っぱい系のキムチで美味しい。先に最高だわこれ、うん、うわすごい、おーすごい、はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう、あ、何も見えない確かに見えねえ、うん、うまっ、プリプリだわプリプリだわ本当に。これ半分ずつで食べよう、うん、ちなみに僕の地元の近くに熊鹿島っていうのがあって、知多半島の一番下の先っぽに熊鹿島ってあるんだけど、タコめちゃめちゃ有名なんだけど、そのタコに負けないぐらいうまい、はいよ、うまい、来ました、キリンの黒ビール一番搾り、黒生、ありがとうございます。本当に黒だね、黒ビールだね。どうぞレナ。え、レナはドイツで黒ビールが好きだったでしょ。でも日本の黒ビールは好きということじゃないよ。あ、苦いよ。ダメですか、日本のビールは苦くてダメですか。皆さん飲んだことありますか、キリンの黒ビール。え、そういう飲み方だったっけ。全然なんかスモークな感じはしないね。なんかキャラメルをさ、すっごく苦くした感じじゃない。あ、まあ、とりあえず、あ、でも美味しい。はい、ありがとうございます。美味しそう。はい、この白いやつでこっちの足の部分をこう掴んで、でこっち側と反対側でハサミで切ってください。真ん中に骨が入ってるって。これ左利き用かな。じゃないでしょ。お、おいしそう。聞こえる？これ全部これ端っこいっちゃったね。食べれる食べれる。大丈夫だよ。油つけたらうまいんじゃない？めっちゃおいしそうだよ。柔らかくて美味しい、すごい美味しい。ちょっと皮も、これ味付けがいいよ。キャベツ、油にキャベツつけて食べてくださいって言ったよ。じゃあこうちょんちょんちょん、そう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 、あ、美味しそう、うん、美味しい。この油すっごい甘い。いいね、見てくださいこれめっちゃ美味しそう。めっちゃすぐ連絡だびっくりしました。タイミングがね、よかった。うまでしょ。この油うまでしょ。うん、うん、どんなの用意しましょうか、はい、想像以上にうまいわ、うん、なんでこんなうまいんだろう。ピンと流れ、なくなっちゃった。ビールがなくなっちゃった。なんか中毒になりそうだね。ここに住まなくてよかった。香川に行くとうどんだけじゃないってことが分かったんです。これだよ。骨付き丼めちゃめちゃうまい。だからこれがあんなに美味しいなら、もっと有名なうどんはどれぐらい美味しいのかな、めっちゃ楽しみにしてるよ。締めて冷ややっこ。めっちゃ飲んでますね。じゃあもう一回これでいくかな。キリン黒生。すみません、ありがとうございます。下げていいとこ、はい、乾杯。乾杯。あー、これうまいわ。めっちゃ美味しい。
小判が入るんですよ。小判6枚の。はい。うん。さっき言っとるな。砂肝めっちゃ美味しそうだ。砂肝です。ほっとよ。うん、プリプリ。無理やり、無理やりみたいなけど。何でも美味しい夜か。大将から皮の塩焼きをおすすめいただきましたので。鶏皮です。めっちゃ美味しそう。はいはいはい、最高じゃん、レモン絞って。うまそう。見てこの胡椒のめっちゃ振ってる感じ、めっちゃ美味しそうだ。うん、噛めば噛むほど油の甘みがこう、うまっ。進めてよかった。めちゃくちゃ美味しいです。これ大体ナンバーワンです。あ、このお店のナンバーワンです。噛めば噛むほど甘いもんね。近所でないんです。あ、そうなんですか。この時はいっぱい店あるけど、噛めば噛むほど甘みがこうジュワーって出てきますね。めちゃくちゃ美味しいです。うん、うん、ごちそうさまでした。すいません、お会計お願いします。はい、ありがとう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとう。気をつけてね。はい、ありがとうございます。はい、ということでお腹いっぱい食べました。美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。あの鳥は絶対にこれからなんか有名に出る、ね、骨付き鳥ね。めっちゃ美味しい、おすすめです。香川県来たらぜひ食べてみてください。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。